31になってしまいますが、随分大人になってしまいました。もっとね、東京ドームって遠いと思ってたんですけどね、近いね、まあ後ろの方は遠いねでもね、それ持ってるから全部見えるよ、全部見えるこれ。5万人、5万5千でしたっけ、ここって暗い。ここに来るだけでもすごいんですけど、不思議なことにみんなラルクが好きなんですよ。すごくない？ねえ、すごい。好きなよし、可愛がってるね、本当にみんな来てくれて感謝しています。ありがとうね。嬉しい。飛行船に乗ってやってきました。あれはね、1999年のアルバムアークのね、ジャケットに出てくる、すごいね、こうみんなのこう真ん中にいる感じが、綺麗な眺めを。この曲は僕作ったんだっけ、ケンさんですよね、ケンちゃんね、ケンさんね、歌詞は僕です。多分ね、歌詞はなんかこう選ぶときになんかちょっとなんだろうな、なんか歴史を感じるような歌詞の内容だったんでね、そして夢に向かっていくような内容だったんで、選んだのと、なんか勝手にやってくれたなんか投票のせいで選ばざるを得なかったのとかと思いますけどそんな言い方したらあかんと、まあ比較的上位だったんで、上位の中でなんか今この雰囲気に合うかなと選びました。行ってみましょうか。では Lost Heaven。ですか。綺麗ね。さっきさ、すごいなんか虹っぽくなってたよね。いや、昨日もそうやった。それ、わ、すっごい綺麗。なんかちゃんとブロック分けして、なんか色がさ、あれ何？映像でそういう感じのなんか、すごい。ウェーブもさ、映像ででしょ。すごいね、映像チームなんてもう3日ぐらい徹夜でいろいろやってくれてるみたいよ。ありがとうございます。いや、すごい綺麗なと思って見とれてたら演奏間違えました。皆さんご存知、ラルク・アンシエルってほら、
フランス語で虹って意味でしょ。だからこういうことができるのもやっぱりフランス語のその虹っていうさバンド名があるからじゃない。ラルクアンシエルっていうバンド名ね、ほんとつけてよかったなね、いろんなカラフルなさ、カラフルなものを見るとなんか僕なんかあこれ川だって思っちゃうもんね。だからこの今日の衣装とかさ、この靴とかさ、これ見た時もあこれ川だって思ったもん、ね、え、みんなもそうじゃない、なんか虹見ると東京都のさ、なんかあのコロナの感染のなんかさ予防のなんかも虹のマークでしょ。それさっきあの移動中の車の中で見てね、はいね、ハイドさん、はい、あ、ここもそう、ここにも虹がいるって、演出かなと思って。いやでも本当に30年ね、30年もなんかね、愛され続けるバンドになんか慣れて嬉しいな。みんな一回しか言わんから聞いて、ラルクを好きになってくれてありがとう。バレット。すごいいい眺めでね、この眺めを見ながらこうしばらく酒を飲めるような、はい、本当はあの、この光はねただの光じゃなくてね、一つ一つがそれぞれねいろんな背景があってね、ここまでたどり着いた光なんでね、あのただの光と違うんだよね、そこがまたこう胸に刺さるというか、ここまで来てくれてね、嬉しいなと、また遠くに帰っていくんだろうなと思いますけどね、それぞれの光がね。でもこうやってね5万人が集まるっていうのがあのもうすでに感動的でね、いい眺めです、本当にありがとう。楽しかった、ね、次でね最後の曲です、声はなくてもねすごくちゃんと伝わりました、ありがとうございました。この30年、本当いろんな出来事がありまして、ここまで来るのはなかなか、奇跡的な何かいろんな、ものが重なってね、いろんな人に助けられたり、みんな努力しながらたどり着いた、そしてみんながいたからね、ここまでたどり着けたと思います。あのね、この僕もねこんな大きなステージで声が出ない時もあったし、最近だと哲也さんステージ落ちたこともありましたし、いろいろあります。ケンさんは、銀テープに打たれたこともありました。そして幸宏さんも間違えることもあるんですねね、辛い時にねやめてたら悲しい記憶だけ、悔しい記憶だけ残るかもしれませんけど、乗り越えたんだ、こういう素敵な景色が待ってたんだなと思うとね、やっぱそれもやっぱみんながいてくれたから、支えてくれたからかなと思います。連れてきてくれてありがとうございます。
この30周年1年ライブしてきましたが、世界的にもねすごい